雷乗ってる。こんなとこにマナストーンあるんですね。見て、あれは闇のマナストーン。なんだってこんなところにあるんだ。綺麗だな。でも気をつけて、来るよ。チドーンですよね。あ、そっか、もうこのままそのまま、ん神獣戦なのか。なるほどね。最初はこの顔が2人なんですよね。なんだっけ名前。もうヘルサザンクロスっていう名前は出てくるのに、ポップデビビックのせいで。じゃあ闇の神獣戦ですね。いや、ずいぶん探したよ闇の神獣さん。俺たち世界を救わなくちゃいけないんだね。悪く思うなよ。何やそのやさおの言葉。じゃあやっていきましょう。本気でいくよ。じゃああっちの顔はボコボコにしてたみたいなんで。当然だ。はい、でこれで3体目が出てくると。おっと、まだ隠れていたのか。お別れだ。お別れです。今回はアンジェラちゃん操作でいいのかな。ちょっと待って。あれ、ケビンは？ケビンの、ま、必殺技温存でいいか。そしたら光ってホーリーボールしかないのか。じゃあホーリーそう、飴登録してたんだよな。じゃあホーリーボールをどうしよう。両脇を潰すか、本体狙った方がいいかな。あっ、おっ、あ、間違った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 、間違いました、間違いました。痛い、痛いです。ちょ、ケビンさんに回復してもらって。どきなさい、ホーリーボール。両脇どうだろうな。いやー、ホーリーボール。あっ、そんな、なに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 、今なんか、あー、そういうことする。今ダメージ入ってたよね。あ、やべ、両脇に当たっちゃう。とりあえず真ん中にゴルフした方がいいんじゃないかなって思うんですよ。結局魔法ゴリ押しかよって感じだけど、回復してもらって。でもこれ倒せんじゃん。あ、こんなものこんなものだな。ヘルサザンクロス見たい気もしたけど、大技を出す前に倒してしまいましたね。大技ね、食らったらまたゲームオーバーになるかもしんないからな。はい、じゃあ闇の神獣倒しました。これで神獣全部撃破ですね。なんだっけこれ。こん中にいたのか。失われたはずの闇のマナストーンが現れたから聖域への扉が開いたのね。アンジェラちゃんの服すごいな。今更だけど。あ、しまった、これは罠よ。敵は私たちに神獣を倒させてその力を吸収してたんだ。もう8体とも倒してしまったから、敵は神獣の最終形態の力を手に入れたことになる。なんだって、それじゃあ俺たちみすみす敵を強くしてしまったのか。なんてことだ。こうなったらやけだ、行こう。やけクソじゃん神獣の最終形態ってなんか、あ、はい、進みます。なんか決まった姿とかあんのかな、見てみたいけどな。じゃあ進みましょう。で、これはあれだな、来た時に入れなかったとこだな。通路が開いた。え、
あの宝箱はまた後で取れるのかな。今行けない感じだよね。うん、進もう。サボテンくんマークあるけど、一周目で全部コンプしてるから、まあ、いないってことかな。本来はここにいたってことなんだな。で、なんかあそこに、すっごい自己主張激しい人いるけど、こっから話しかけれるわけじゃないよね。ぐるっと回んなきゃいけないんだな。主張が激しい。ちゃんと育成ポイントまた入ってるから、レベル80でちょうどこのクラス3で触れる育成ポイントを全部使い切るって感じなのかな。でまた80以降で溜まってく感じで、これレベル99にしたらクラス4で触れるポイント全部触れるようになるのかな。闇を真珠倒したから、この闇属性軽減を変えよっかな。マジックアーマーでもつけとくか。魔法による火ダメージを 30% の確率でゼロにする。これにしよっか。うん、じゃあ自己主張の激しい方なんだっけ。逃がすか。邪眼の伯爵だ。あ、落ちちゃったよ。バカ押すな。クソ、落ちる。落ちちゃうの。あ、なんかふわっと落ちた。勢いよく押された割にふわっと落ちたね。痛いでしょ。神獣をすべて倒してくれたようだな。礼を言おう。あとは我らの主、黒の貴公子様が復活すれば、貴公子様は神獣の最終形態の力を身につけることができる。最初からそれが狙いだったんだな、卑怯者め。何のためにこんなことをする。我らは魔界の住人、マナの女神によって闇の世界に封じられた恨み、今こそ晴らさん。この世界を魔界に変え、我らの新天地とするのだ。そしてその魔物たちの千年王国に新たな魔王、黒の貴公子様をお迎えするのだ。お前たちはもう用済みだ。ここで消えてもらおう。あ、もう戦うのか。何が魔界だ、千年王。ナバールやローラントを無茶苦茶にしやがって。お前たちだけは許せない。奪う側だった貴様が人間不全の許しなどとは笑わせる。ならばせいぜい抗うのだな。ああ、そうさ。俺たちナバールお前たちのような。ちょっと待ってね、喋ってる途中なのにごめんね。一方的に力を振りかざすやつから盗むのさ。追い詰められた人間。あ、ちょ、そっと死ぬのやめてもらっていいですか。まだ喋ってる途中なんですけど。不正の怒りを侮るもんじゃないぜ。どうだ、これるか。ということで、じゃあジャガンの伯爵戦ですね。そっと死んでったじゃん、アンジェラちゃん。もうとりあえず、まあ、ボスだからあれだよね。こういうこういうの効かないよね。てか、あ、どうなんだろう。やってみるか。さすがに効かないか。痛い。油断しました。じゃあアンジェラちゃん操作でいいのかな今回も。一回アンジェラちゃん回復するよ。倒れちゃったけど、弱点とかあんのかな。あ、土。しかも今日あれじゃん、ノームの日っぽいね。土日、あ、違う、ノームの日じゃない。今日はあれか、サラマンダーの日か。火も弱点っぽいから、じゃあエクスプロードでよくないね。ショートカット登録されてる。これでも食らいなさい。あ、やばい。逃がせない。いい。あれ、なんか敵を召喚してくんのか。邪魔だな。無駄だ。あ、今攻撃できない。あ、これ
あれだ、倒さなきゃいけないやつだ。ただのゴーストじゃない。だこういう時はもうケビンでゴリ押しして攻撃で OK で降りてこないよ。あ、いたいたいた。で、アーマーついてるから痛い。取れてない。 OK で、エクスプロード。やばいやばい、痛い。で、回復してもらい、なんか力が落ちてるから攻撃力上げて、あ、倒しちゃった。そんなバカな、あっさり倒しちゃいました。いや、アンジェラちゃん一回倒れてしまいましたが、そっと。なんかジャガーの伯爵ってなんだろう、魔物になったりとかしないんだね。2で出てきたヴァンパイアみたいなのになんのかなって思ったけど、そんなことなかった。うん、なんか道できたね。おいらやる。あ、はあ、あ、さっき行けなかったとこじゃん。宝箱取れるね。邪眼の伯爵は一周目で言う黒曜の騎士ポジションだったんだよね。ってことはこの先美獣と戦うって感じだよね。あ、外出た。あれ、タワーオブテラーみたいなやつ。え、遠くない？結構結構距離あるんだな。あ、キラキラ。遠いな。お、来た、タワーオブテラー。あ、これがダークキャッスルか。あれですね、ペダンでおばあちゃんが言ってたやつですね。はーん、ここで美獣と戦うんだな。すごい結界張られてんじゃん。あ、なんかかっこいい、この道も。あ、でも特に敵出てこないんだ。じゃあ進みましょう。なんか火出てない？火柱。あそこ進めないんだ。さあ、決着をつけるわよ。ここで負けるわけにはいかないわ。当然よ、私たちなら勝てるわ。決着をつけに行きましょうぞ。ケビンだいぶ食らってんな。あ、じゃあとりあえずこの火が出てるとこ進めないから、あ、こっちから行こうか。種いっぱい手に入るけど、種植えるとこないよねこれ。ん？あ、これなんかスイッチだったりする？はあ、このスイッチで火柱が消えるんだ。なんかキラキラあったよね。キラキラ。こっち、あ、ここにもスイッチあんじゃん。これ押すと、ここからいけるかな。あ、いけた。あー、でもまだ火柱立ってくから、今度こっち行けばいいのかな。あの炎の先進みたい。でもどうやって今解除したよ。敵を全部倒す。その後で今解除したよ。なんかスイッチみたいなの押したよ。こいつで決める。なんだここ。すごい部屋だな、ここ。これ火柱触ったらダメージ食らうのかな。なるべく足で行きたくないね。なんだこの部屋で。これ解除すると火が消えると、熱そうだけどね。これ踏んでもいいのかな。あ、ここ踏んでもダメージ食らわないんだ。いや、種いっぱい手に入るな。で、これもスイッチ。植木鉢多分このダークキャッスル出るまで種植えれない感じだよね。あ、で、ここにもスイッチあるんだ。はあ。で、ここ通れるようになったと。
広いな。お別れだ。相手が悪かったね。ホークアイのこのナイトブレードの雑魚戦が増えてきたに関しては、いくらあっても困ることはない。すごく優勝なんだけどな。ボス戦ではちょっといまいちって感じですよね。で、左側は進めないから、これ上行くとなんかあんのかな？なにこれ？柵？鉄格子があって進めない。あ、キラキラ。この像やたらあるけど、この像の人が黒の貴公子様だったりすんのかな？こんな死神みたいな格好してないか。貴公子って感じじゃないもんね。ただの飾りかな。これがオイラの全力。なんかもうこの二人全力出しすぎて死体蹴りがすごいんだよな。進めないからこっちかな。あ、これさっきのとこか。これ開かないよね。でも何あれ、玉座。宝箱あるけど、あ、ムービーだ。え、もう美獣出てきたりする？え？あははははは。すっごい典型的な罠じゃん。え？あ、宝箱あんじゃん、奥に。あ！カニ！こいつ、滝の洞窟のカニモンスターか。今度は、こいつ倒した後。あ、そうだよね。次から次へと打ってほしいな。もう復活できないよ。バラバラにしてやるぜ。バラバラにしてやるぜ。あれ、一周目だとさ、過去に出てきたボスはなんか三ついて好きなとこから行けるみたいな感じだったけど、今回は強制的に戦うことになるのかな。行きましょう。じゃあアンジェラちゃんがいいんじゃない？そしたら、めっちゃ救急車来た。もう夜中2時回ってんだけどな。救急車がすごかった。じゃあダークフォースで攻撃しましょう。おっと？なんだ今の、ぽよぽよぽよって可愛いな。目玉一個取れた。これもうダークフォースゴリ押しでよくない？え、あ、すごいホークアイ強いじゃん。ホークアイやるじゃん。ってことで、じゃあフルメタルハガー倒したのでカニパーティーしましょうか。あ、1周目とじゃあちょっと違うんだな。強制的に戦うことになる感じなんだ。なんだこの部屋。これダメージ食らう？あ、ダメージ食らわなかった。オイラ、やる。オッケー、任せな。じゃあ1周目のあの感じだと、あと2体、ボスと戦うって感じですよね。てかさっきの部屋どうやって戻るんだろう。魔法のロープ。え、なんか知らんタコ来ちゃった。これを、押すと、格子が上がる。あ、こっちしか開いてないんだ。じゃあこっち行きましょう。待っていろ、美獣。決まったわね。俺の手で決着をつけてやる。つけてやろうぞ。この部屋スイッチないじゃん。え、こっちから行く感じ？上からシャンデリアが落ちてきたりとかはしないよね。これ絶対片方だよねー。へい。私たち強くなったのね。いや、いいな。ナイトブレードは本当に発揮しますよね。雑魚戦では本当に大活躍なんだけどな。この部屋もってことは床落ちたりする？あ、え、ちょっと待って、ちょっと待って。え、はーい。え、イーグルの敵を撃つために来たんだ。ちょっと待って。
それは聞いてない。え、これ1周目とさあ戦うボス違うの？え、いや本当何も考えてないから多分今夜にもなってないよね。お前なんかの相手をしている暇はない。マジか、ドン引き、ドン引き直し。今日なんならサラマンダーの日じゃん。やば、どうしよう。マジか。ちょ、水遁をさ、あ、登録されてた。水遁しといて、とりあえず。お別れだ。マジか。聞いてないです。あ、アンジェラさん。あ、もうアンジェラちゃんで攻撃しよう。うわー。やったわ。やってますわ、本当に。油断したか。めっちゃサラマンダーの日だわ、今日。くそー。でも、なんだかんだね、もう強くなってるから、勝てるんじゃないかなと思うんですけど。いや、痛い。まだまだよ。まだまだです。あ、てか火消したい。火消して必殺技。周りの敵邪魔だけど無視でいいかな。あ、ナイス。あ、クルクルしてる、クルクルするんだ。ジェノアも今のうちにとりあえず水を絶やさないようにして。まだまだね。あーよかった。あ、なんかすっごいビビったけど倒せましたね。やっぱさすがに強くなってるからな。いやでも1周目とボスが違うなんて知らなかったから本当にびっくりしましたね。よりによってお前かよっていうね、トラウマのジェノアさんでした。あーよかった勝って。これ宝箱2つ並んでるとこがさっき落とし穴に落ちてフルメタルハガーと戦ったとこですよね。これ戻って宝箱開けた方いいのかな。やりすぎ、やりすぎ。でこれさっき落ちたとこですよね。ここを壊してこの奥に宝箱、これ戻ってこなきゃいけないってことですかね。女神の天秤。これでもこれだけの部屋か。なんだここに美獣がいるのかと思ったけど違かったですね。あ、外出た。ここであれかな、過去のボス3体目かな。チェンカーだっけ。これはでも1周目も戦ったよね確か。こいつ風の回廊にいたモンスターじゃないか。私あの時よりも使える魔法が増えたんだから。せやね。一度勝った相手に負けるわけがないわ。はい、じゃあ戦いましょう。本気で行くよ。いた、マジで暗いに行っちゃった。暗いに行ってしまいました。オイラに任せて。ダイヤミサイル。で、じゃあアンジェラちゃん操作がいいよね。とりあえずじゃあ必殺技でも打ってみて。逃がしはしない。ダイヤに耐える。なんかあれなんだよな、ボス戦だとフォーク愛が本当にいまいちなんだよな。こんな言い方するとあれなんだけど、雑魚戦ではすごい輝いてるのにね。やばい。こうなったら、ケビンで必殺、あれ必殺技を打って、あ、もう倒しちゃった。ゲージとか関係なく。まあもうね、レベル90近いからね、さすがにもう90なりそうだね。さすがにね、勝てちゃうよね。
しょうがない、それは。だって2周目だもん。2周目の特権だもの。え、どっから来た？こっから来たのか。そっと。真っ暗だな、ここ。あ、これ、あれじゃん。ムービーで見た結界じゃん。結界が行く手を阻み、通れない。三重になってんのかな？三箇所で結界解かなきゃいけないとか、そういう感じかな。それとも、ただそういうデザインってだけ？なんか離れみたいなとこに行きましたね。美獣さんのお出ましか、ついに。でも一周目は、グレンの魔導士とすぐに戦闘にはなんなかったよね。またなんか、追いかけっこみたいなのする感じなのかな。なんだあの像。美獣、これで最後だ。坊やがここまでやれるとは思わなかったわ。やはり偶然に聖剣を抜いたわけじゃなかったのね。神獣を倒した実力は褒めてあげるよ。ありがとうございます。だがそれもここまでだ。黒の貴公子様は私が命に代えてもお守りする。あの人は私のすべて。さあ行くよ。え、もう戦うの？追いかけっこしないの？あ、もう戦闘なんだこれ。猫さん。ビジュ、ナバール、世界を巻き込んでまで何がお前にそこまでさせる。あの方が望むものが私のすべて。あの方の心が満たされるのなら命すらも惜しくない。そいつの心を満たすために自らも犠牲になろうっていうのか。坊やとナバール、何が違う？盗んだものを与えて弱いものを救った気になっている盗賊風情が。そうかもしれないな。所詮俺は盗賊だ。だがな、美獣。はい。俺たちナバール。いや、結構長いセリフだから中断せずにやりたかったんですけど、さすがに回復しないとまずいよね。その人にとってはただのきっかけだ。ついでにケビンの攻撃力上げとこ。本当に心を満たされたい奴は自分で立ち上がるもんだぜ。それこそ誰かの心を今度は自分が満たしてやるために。やばい。誰ごと。あの方の望む世界こそ私の望み。あの方が世界を手に入れれば私の心も同じように満たされるのさ。愛を知らぬ獣よ、せめて俺の手で決着をつけてやるよ。ここだ。気をつけろ。かっこいい。内から邪悪な力を感じる。あいつが仕掛けてくる前に何としても止めないと。やべ、逆らいなさい。やるわ。ってことで、やっと喋れるようになったかな。もうだって体力ゲージあとちょっとだけど、とりあえず回復してもらって。おいらに任せて。美獣って本当はこの猫さんの姿だったんだ。え、ちょっと待って、近くで見ていい？うわー、セクシー。こういうの好きな人にはたまんないでしょうね、きっと。ちょっと待って、アーマーついちゃった。あー、はい、取れた。じゃあアンジェラちゃんで弱点探ろうと思ったけど、あとちょっとだよね。しかも土弱点だし。ちなみに風は吸収。あ、水も弱点なんだ。土弱点、火も吸収。あー、水と土に弱いんだ。じゃあメガスプラッシュ打ってもらって、じゃあ崩壊で決めたいな最後。必殺技やれるか、これで。いねえ。これ必殺技で決めれたって言えないよね。まあでもなんかぬるっと倒しちゃったな、美獣。黒の貴公子様。黒の貴公子というのは何者なんだ？